というわけで相変わらずの自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。いかがは、というわけで以前いただいたことがあるシリーズ、別バージョンでもいただいてみたいなということで買ってまいりました。それがこちら、東州レンゲ食堂さんのもつと野菜の焼きラーメン、そしてチャーハン大盛りです。前回は、もつチャーハンをいただいたかと思うんですけれども、今回はですね、焼きラーメンということでね、焼きそばとはちょっと違った、タレがかかってるのかな。蓋を開けた瞬間にね、ちょっと甘辛い味噌だれっぽいね、香りなんかも感じられて、いやこれは食欲を抑えることができませんね。それでは早速いただきましょう。はい、というわけで早速ね、もつと焼きラーメンのね、こう麺を一緒にいただきましょう。いや、こちら焼きラーメン自体そこまで馴染みがないと言いますか、あまり食べたことがなかったんですけれども、むちゃむちゃオイリーで、そのオイリーの奥にもつを炒めてある辛味噌だれ、そちらの相性抜群で、ちょっとしたピリ辛さなんかもね、後から追いかけてきて、この野菜と一緒にいただけるっていうのも含めて、これは本当に夢うまい。いや、これはマジでうまい。焼きラーメン専門店なんかが あってもいいんじゃないかなっていうぐらい、いやこれは美味しいですね。はい、それではチャーハンいただきましょう。これはね、まあね、過去に何度もいただいたことがある、毎度おなじみの味わいだと思うんですけど、いや安心安定のクオリティ、ちょっとだけオイリーでパラッとしたご飯一粒一粒に濃いめの味付けがしてあって、いやしょっぱくって美味しいですね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやー美味しかったですね。焼きラーメンっていうもの自体そんなに食べたことはないんですけれども、これちょっとオイリーでもつの味噌炒め的なのがね、いい感じで絡んでて、汁なし味噌ラーメンみたいな感覚でいただくことができるのかなといった味わい で大盛りもできるっていうところもね含めて、いや大満足でしたね。そして調理された方のさじ加減によるものなのかもしれませんけれども、今回いただいたチャーハン、いやすげーしょっぱくってオイリーで、まさにドストライク、私好みの味の、そういったチャーハンで焼きラーメンをおかずにいただくと、いやもう止まんなかったですね。いやとっても美味しかったと思います。というわけで皆様もご興味ございましたら、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところで、また次回の動画でお会いいたしましょう。本日は東州レンゲ食堂さんのもつ野菜焼きラーメン&チャーハン大盛りいただいてみたという動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 バ